平野紫仕様、総額120万兆のビトンコーデ、イムップおめでとう。と祝福。トベファミリー最高だね、の声。元キングプリンスへのメンバーである平野仕様が、19日に自身のインスタグラムを更新し、一連のルイビトンで統一されたスタイリングやトベメンバーとの集合ショットを公開しました。これに対し、ファンからは、 髪をくくっている紫陽くんは大人っぽくて大好きです。飛べファミリー最高だね。ルイ・ヴィトンの全身スタイリングよりも紫陽くんの輝きが際立っています。といった賞賛の声が寄せられています。この投稿は元ジャニーズ JR 内ユニットインパクトオーズがイムップとしてデビューすることが発表された翌日に行われました。 平野仕様は同じ衣装で髪をくくり、お祝いのために駆けつけました。その姿にファンたちは注目しました。特に平野が着用していた衣装には多くの注目が集まりました。ルイ・ヴィトンの公式サイトによれば、平野が着用していたシグネチャーレギュラーロングスリーブシャツは15万4000円。 プリンテッドコットン T シャツは12万6500円、ネックレス LV チェーンは11万6600円、ネックレスモノグラムサンライズは9万5700円で、さらにブレスレットモノグラムビッグパーティーなどを重ね付けしました。さらに LV レンジャーラインアンクルブーツは22万3300円、ガラパンツは3100ドル約40万円となっており、 総額で120万円を超えるハイブランドのコーディネートをあっさりと着こなしていました。配信翌日には、平野が身につけたネックレスやブレスレットなどが日本で完売し、彼の影響力の大きさが話題になりました。平野仕様は、この投稿で、これずっと載せるのを忘れてた。とコメントし、ムップおめでとう。と改めて祝福しました。 この投稿に寄せられたコメント欄には、全身ビトンめちゃくちゃかっこよかった。めっちゃ似合ってるよ。このハイブランドの衣装めちゃくちゃ似合ってた。全身ハイブランドなのに全然負けてないところが平野仕用だよ。名、ね、ハイブランドをさらっと着こなす紫洋さん素敵ですといった賞賛の声が寄せられています。平野仕用のファッションセンスは常に注目されており。 彼のスタイルはファッションアイコンとしての地位を確立しています。彼の選ぶ洋服やアクセサリーは若者たちにとってのトレンドを作り出す要素となっています。また、平野紫洋が所属するグループトベは最近ますます注目を集めています。彼らの音楽とパフォーマンスは多くの人々を魅了し、彼らのファンは彼らをトベファミリーとして親しんでいます。 平野紫耀がルイ・ヴィトンのコーディネートで飛べメンバーと一緒に写った写真は彼らの結束と友情を象徴しており、飛べファミリー最高だねという声が多く寄せられました。平野紫耀のファッションスタイルは若い世代にとってのインスピレーションとなっています。彼の魅力的なスタイリングは彼自身の個性と才能を反映しています。彼のファッションセンスは常に進化しており、 彼のインスタグラムや他の SNS プラットフォームでその最新のスタイルを見ることができます。ファッションの世界では個性的でオリジナルなスタイルが重要視されます。平野紫仕様のようなトップアーティストが高級ブランドとコラボレーションすることで新たなファッショントレンドが生まれます。彼の影響力は若者たちのファッションに大きな影響を与えており、彼が 着用するアイテムやスタイリングは多くの若者たちにとっての憧れとなっています。平野の仕様のルイ・ヴィトンのコーディネートは彼の個性とブランドのイメージを見事に融合させたものでした。彼がハイブランドのアイテムを自然に着こなし自身の魅力を引き立てている姿は彼のスター性とセンスの高さを示しています。ファッションは個々の表現手段であり、 平野紫耀は自身のスタイルを通じてそのメッセージを発信しています。彼のファッションセンスは若者たちに自信を与え自己表現の重要性を伝えています。平野紫耀のルイ・ヴィトンのコーディネートはファッション界において大きな話題となりました。彼のファッションセンスと魅力的なスタイルは多くの人々に影響を与え続けています。 彼の今後のファッション活動にも注目が集まります。最後に、平野仕様のインスタグラムの投稿を通じて、イムップおめでとう。と改めて祝福しましょう。彼の成功とファッションセンスは多くの人々にとってのインスピレーションとなっています。彼の今後の活躍にも期待しましょう。